え現在大学4年、部活で選手権 MG、マネージャーをしています。選手兼マネージャーか。 え、選手を辞めマネージャーに徹しようと思ったんですが、部員顧問には反対されました。嫌な顔をされながら所属するなら大学校で辞めてしようかと思ったのですが、もったいないですかはい、もったいないです。将来は看護師志望で専門受験するつもりです。他人に認められたい思いで周りに流されてきた人生、自分で考えを自分で決める勇気をください。えっと、まず、あの、大学に入った理由は部活のためではありません。あの、大学卒業の卒業証書をもらうために大学に入ってます。なので、部活とか超絶どうでもいいので、 あの部活の人たち嫌いだったらあの部活やめてあの部活の知り合いの LINE 全部ブロックしてください。で、えー、と今あの5月なんですけどまああとえっ、ー、と4年生だと夏越えたらあとはもうほぼ大学行かなくてよくて論文さえ書いたらいいのでなのであの論文書く準備を始めてあと23ヶ月だけ大学に通うっていうので大学の卒業証明書をもらうために頑張ってみてください。